分かってるな、うすうす気がついてるよな。逃げろ逃げろ逃げろ。生命力の源として、これはね、昔は食べるの珍重されてたね。美味しかった、白身でな。うん、半分に切っても生きてるから半咲きなんて呼ばれてたね。これね、天然記念物だから今触ることも許されない。ただね、中国からオオサンショウが入ってきた。